ビーズファンでさええー、ギターソロを飛ばして聴く人が結構多いっていうそのだからビーズってボーカルと,とギターのユニットじゃないですかなんでそれのメンバーでしかもだからあの松本さんのギターソロっていうのはものすごくよく考えられてるその日本人の心にえー、っとこうしっくりくるようなちゃんとギターソロになってるんですよねなんかすごいよくできてるなと思うんですけどもあの ギターソロですらなんか飛ばして聞かされる。あの、普通にこう楽器とかやってない方で今この YouTube 見てる人とかだと意外とあの、うなずいてる人多いと思うんですよね。割とそれはそのビーズファンに限らず、そのいろんなバンドの子たちとかにもいろんなことの話を聞いてファンの人に聞いてみーとかって言ったら大体みんな飛ばすんですよね。で、YouTube とか特に 歌になる、だから歌詞が出てくる、まあ歌詞が出るようなやつとかだと、イントロとかみんな飛ばして、歌詞のところからこう聴き始める。もう、僕がもう最近そうなってますから。だから、もうそれを割とみんなやってるってことがわかる、まあデータ見ればわかるんで、そうすると歌始まりの方が全然いいじゃないかっていうところで、まあだからそのイントロの間にね、もうイントロが長くてなんかつまんなかったら、もう他の曲飛ばされちゃったりするから、あ、これなんかちょっと違うな、みたいな感じ。